くて戦わない人生はい、ということで今日やりたいのはプロになる方法っていうのをやりたいと思います。まあどっちかっていうと下手なやつがプロになる方法かな。やっていきたいと思います。よし皆さん、よしよし、いえせーの、よし、しゅ、いいね、調子いいわ。うん、まずプロになる方法で、まずトップレベルのユースにいる選手、高校で全国優勝するレベルの高校のサッカー部にいる人、あなたはもう勝手に上手くなるから、勝手に上手くなるから、そのまま頑張ってくれ。もうあなたたちはもうそれでもう勝手に上手くなって、周りが意識高いから勝手に上手くなる。で、まあ意識高くない人もいるかもしれんけど、みんな絶対上手いはずやから、その中でやってたら絶対上手くなるから、その中で頑張ればプロになれる。だからもうあなた、もう今あのユースとか、強いユースとか、全国優勝するレベルにいるあなた、もう見なくていい。バイバーイ。おお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 おやべえ。で、僕が言いたいのは、下手くそなやつとか今プロになれるかなって不安な人、その人たちはしっかり見てほしい。まず僕ね、まあプロになれたわけなんやけど、僕がプロになるためにやったことっていうよりかは、僕がプロになる前の話なんやけど、4つあります。まず1つ、自分はめちゃくちゃ強いチームにいたわけじゃない。全国にも出たことあるけど、自分のチームが他のチームより強いなと思ったことはないっていうのは、まあ僕関西のチームにいたんやけど、関西でやるときはまあまあ勝てたし、関西では強いなっていうチームになってて、大阪桐蔭っていう高校に通っててんけど、強いって言われててんけど、自分の中では強いとは思ってなくて、九州とか関東に試合しに行ったときはもういつも負けてた印象があります。だから強いチームにいたわけじゃないっていうのは分かってほしい。強いチームに入れたら勝手に注目されるし、でも僕たちのチームはそんな強いチームじゃなかったけど、僕はプロになることができたっていう。で、2つ目、そのチームの中でも僕は上手いランキングの2番目3番目の選手だった。高校1年生の時から一番注目されてたわけじゃないし、自分の中で、あ、こいつの方が上手いなって思う瞬間は何個もあった。でもそれでもプロになれたっていうこと。で、3つ目、自分のチームの中で2番目3番目やけど、もう他のチームを合わせたらほんまに俺下手やなっていうのは感じた。例えばセレクションとか行くと、国体とかね、県トレとか行くと、もうすごい差があって一番下の選手やった。俺ほんまにセレクションに行くメンバーの中で一番下やなって感じる時がいっぱいありました。4つ目は、小学校中学校高校わがままな選手でした。まあ高校はできるだけコミュニケーションも周りと取れるようになったけど、小学校中学校の時はもうわがままな選手で、わがままがもう通り越したみたいな、わがままの1個上みたいな感じで、例えば、いやいやお前それぐらいやれよとか、いやいや取れるから早取れやとか、早くボールよこせよとかバンバン言ってた。でもそれは全然あかんっていうこと気づいたし、それやってるくせにセレクションとか行くとちょっと引いたプレーとかしてて、周りにすぐパスしちゃうとかいうプレーしてたから、そういうのは全然良くないなっていうのは気づいたのが高校。周りが上手かったし、周りとコミュニケーション取れば取るほど自分にパスしてくれるし、周りも僕のことを信頼してくれるようになったと思う。多分ね、多分だけど。だからわがままな選手な人でもプロになれるってこと、これから変えていけばね、はい、っていうのを踏まえてこれから話したいと思います。小学校の時はめっちゃ弱いチームにおって、小4までめっちゃ弱いチームにおって、そっからちょっと強い地域の一番強いチームに移動してん。その時も、まあ、自分がプロになりたいっていう気持ちがすごい強くなって移動してんけど、兵庫 FC って言うんけど、監督にお前はプロになれるって言われて、それで自信になった。他のチームよりかは下手くそな分かってたけど、そこでプロになりたい気持ちがすごい強くなったっていうのを覚えてる。だからまずプロになりたいっていう強い気持ちを持つこと、それが大事だと思います。次、中学ね。中学になって気づいたことが2つありました。自分はスピードがなかったってこと。平均より下回るぐらいのスピードだった。それは自分でもびっくりしてめっちゃ悩んだことで。で、もう1つは、自分はワンタッチゴーラーみたいな感じのプレイヤーだった。で、それは中学になると、相手弱いチームだったら活躍できるけど、相手強いチームになればなるほど自分は活躍できないっていうことが分かった。っていうのは、周りも自分も含めてね、強いチームじゃなかったから、そこまでボールが届かなかったり、強いチームになればなるほど、もうずっとボール触れない状況とか、あ、これはやばいなと思って。あることに気づきました。気づいたっていうか、周りが気づかしてくれたっていうのもあるし、中学の時のコーチ監督が気づかしてくれたっていうのもあります。それはドリブルをまずシザースから始めてみたっていうのがきっかけです。で、まあシザースしてみるとスピードがなくても抜けるし、タイミングで抜くことができるっていうのが一つで、もそれは僕がスピードなかったから余計感じて、他のチームでスピードある選手をシザースで抜いた時に相手はちょっと遅れてくるっていうので、スピードが関係なくなっちゃって、もう体感速度でいけるっていう。
ね、わかるかなこれ。スピードじゃなくて体感速度で抜けることが分かって、緩急で抜けるっていうことが分かった。だから俺は中学になってコーチとかに勧められたっていうのもあるけど、ドリブルを磨くきっかけになりました。まあ今ではプロになってすごいドリブル得意な方やと思うねんけど、プロの中でも。それでも小学校の時は全然ドリブルできませんでした。ドリブルできなくて笑われたこともありました、セレクションとかで上手い人たちに。で中学の時も下手くそなくせにドリブルするっていう感じで、県のトレセンの時とかもバカにされたこともありました。まあ県のトレセンに入ることもできなかったし、バカにされたっていうのは悔しかったし、ドリブルをもっと磨こうと思ったきっかけになりました。で今になったらドリブルっていうのはスピードがある選手にも通用するし、頭悪い選手っていうのは、まあ僕も頭悪い選手で今まで来たから、頭悪い選手はとにかくドリブルを磨くことが大事だと思います。もうドリブルだけで来る人もいるから、でそっから大人になったら頭良くなるから。エリートになれなかった僕とかはドリブルを磨くことによってそこをカバーしてたっていうのはあります。で次、高校。高校の時はほんまちょっと関西では強いチームに入ることができて、でもその中でも自分は一番下の人間でした。高校に入った時に一番上手くない選手だったっていうのは自分で分かってます。高校に入るかどうか決まるセレクションで自分は何もできなかったんやけど、挨拶だけはしっかりできて、挨拶ってほんま大事で、挨拶っていうのはしっかりできた方がいいっていうのはセレクションの時にほんまに下手やってんけど、監督にしっかり挨拶したのは俺やったらしくて、監督に後で聞くとしっかり目見て挨拶してくれたのはパウロが一番目見て挨拶してくれたって言われて、で綺麗な目してたって言われて、普通に挨拶しただけやねんけど、それで印象に残ってて、それで俺のプレーもちょっと見てくれたらしい。ちょっと目いくやん、やっぱ覚えてる選手には。っていうのは覚えてる選手に目いってくれたおかげで俺もちょっとはいいプレーしてたから、全体的に見たらあーちょっと人より劣ってるなって多分分かったと思うねんけど、やっぱ見てくれるっていうだけで、あいいところも見てくれるんやっていうので、まあできない人が多いから、ほんまにできない人多い。で高校の時もあってんけど、挨拶したらめっちゃ媚び売ってるやんみたいなっていうやつがおんねん周りに、絶対おるけど、でも挨拶ってただ挨拶やから、挨拶は挨拶やから、もう大事やねんそれはっていうのをほんま覚えた方がいい。あと高校に入って自分はわがままな選手やったけど、周りの良さ、周りのいいところを引き出そうって俺がすると、周りも俺のいいところを引き出そうとしてくれるっていう、その相乗効果っていうのかなが生まれるっていうのは気づいた。でその時に、あ周りの選手ってこんないいとこあって、あ悪いとこあったらここ助けてあげようっていう気持ちにもなった。でもまあ守備はあんまできんかってんけど、まあ、その時は攻撃で引っ張ってあげようっていう気持ちになって、で周りがすごい守備してくれるっていうことにすごい感謝を覚えました。だから周りがこんないいプレーできるんやっていう、俺にはできひんこういうところがあるんやっていう、いつもこうやって仕事してくれてありがとうっていう気持ちはすごい芽生えました。であとは監督コーチ、毎日毎日マーカー置いて、朝早くからマーカー置いてもう用意してんねん、もう怖いねん。でもなそれも ありがたいなと思えるようになってきた。それはもう俺らより2時間3時間早く起きてきてんねん。それはもうほんまありがとうっていう感謝気持ちを持った方がいいと思います。であとは親ね、まあ僕の場合はすごい高いお金高い高校に多分行かせてくれたと思うねんけど、まあそれに感謝してるし、まあ一人っ子やったから寮に入れって言ってくれたの、まあそれはありがたいと思います。感謝したのと挨拶が必要やったっていうのはほんま覚えてます。あともう一つ、僕はほんまドリブルだけが取り柄でいろいろ参加させてもらったし、フランスのボルドーっていうチームにも参加させてもらった時も、練習参加した時もトルシエさんとかデュソーさんっていうフランスで有名な人がいるねんけど、その人たちにもドリブルだけが良くていいねって言われて練習参加しろって言われて、それでボルドーにも練習参加することできたから、ほんまに今頭悪いと思ってる君、ほんま高校でもしっかりドリブルは磨いた方がいい。やっぱり目立つし、やっぱ上手い選手ってドリブルできて、まあ、考えることができる選手がプロになれんねんけど、エリートじゃないなと思ったあなたは一回ドリブル磨いた方がいいと思います。まあ自分で武器を見つけるっていうことで、まあいろいろドリブルしてたら自分の武器って何か分かるから、例えば俺やったら左足が手より優れてるっていうの分かってたから、それで磨くきっかけになったし、ドリブルすることによって自分の良さ悪さがほんまに出てくると思う。アウトサイド苦手やなって俺は思ってた。俺はアウトサイドが苦手やって、アウトサイドでボールタッチした時に感覚がなかったから、その感覚をつける練習をめっちゃした。左に行った時にこれぐらいボールがポンって出るなっていうのは、抜く時に左足でポンってアウトサイドでポンって触った時にこれぐらいボール出せるなって思っても出せない時が、2メートル出したいのに1メートルしかボール出てないとかあって、わかるかなこの気持ち。だからそれをできるだけつけるように俺は練習した。ドリブル磨いてあかんなと思ったら色違うのに試していったらいいと思います。ということで小学校中学校高校のことを喋ってみてんけど、まずドリブル磨くことで、次に挨拶で、最後に感謝ということで、エリートはもう見んでええから、エリートここまで見てくれた人ありがとう。エリートあなたは頑張れるし、今見てくれてもっと上に行けると思う。もうあなたはもうエリートなんだから、あとは頑張るだけ。もう気持ちをグッと、もう心臓の力入れてグッと頑張るだけ。でもエリート以外の人に言いたい、ちょっと長なったかもしらんけど、また質問とかあればまた質問してください。 Twitter、インスタ、はい、TikTok でもいいけどね。
質問してくれたら、答える機会作ろうと思うんで、またそれで答えようと思います。はい、みんなほんまにプロになれるから、絶対強い気持ちを持ったら。俺でもなれてんから、俺でもプロなれてんからって言ったらちょっと、あ、ほんまやってなるやろ。なるかお前。よいしょよいしょ。ちょっと言い忘れてたかもしらん。さっきね、 DM でね、真面目な DM 来たから思い出してんけど、まず俺は今まで、お前は絶対プロなれないとか、いやプロなんかなれるわけないやんって言われ続けてきて、高校まで言われ続けてきて、そっからプロなれた、なれました。はい、っていうのを言い忘れてたから、こう着替えちゃったけど、もうトレーニング後でまたジャージ、違うジャージに着替えちゃっておかしいけど、写真的にね。それは分かっていてほしい。はい、僕の、俺はほんまにずっとプロになれない、プロになれないって周りに言われました。で、プロになれない、プロになれないって言われた上手い選手たちは、昔ね、小中高で、お前なんかプロになれるわけないやんって言ってきた俺より上手かった選手、誰もプロになってないから。はい、それは分かってください。で、お前絶対プロになれるよって言った選手は、ほんまプロになってるし、そこでもまた活躍したりしてます。はい、っていうのを分かっててください。それだけです。